複数の資格を取得獲得した場合、1つの資格をじっくり勉強と、違う資格取得を同時進行、どっちがいいですか、えっと、あの人によるんですけど、ただ、実は違う勉強を同時進行の方がうまくいく場合が多いっていう説があるんで、ひょっとしてそっちの方が正しいんじゃないかなというふうに僕も思ったりするんですよ、ねあの。忙しい時の方が他の作業が進むっていうのがあったりするんですよ。 あの日本に僕いた頃にそのなんか確定申告っていうのを3月ぐらいにやったりするんですけどで確定申告めんどくせえなみたいな作業してる時って嫌な確定申告をしたくないけどやらなきゃいけないなので確定申告をしない代わりに原稿を書くっていう作業をしたりするんですよ。 いやその確定申告をしななきゃいけないけかってるで遊んだら罪悪感があるからじゃあ遊びではないけど確定申告ではないじゃあ原稿を先に書こうみたいなのがあって結果としてなんか原稿を書いたりとか他の仕事が進んだりとかっていうのがあったりするんですよね。なので作業が進むみたいなのがあってなのでこの勉強に飽きてきたじゃあこっちの勉強をやるみたいなので気分転換として実は勉強ができ使えたりするんですよ。 であの本当はどっちの勉強もあんまりあのやりたくないの事実なんですけど、ただこれやんなきゃいけないよね。なぜなら試験はあと2ヶ月後だから。でもこれは今やりたくないからこっちだったらっていうので、そんなにやりたくない別の勉強をやるみたいなのって、実は並行して勉強することによって、勉強の総時間が増えるみたいなやつ。そランナーズハイみたいなそういう状況ってたまにあったりするので。で、そのために僕ね、あのね、ニコニコ動画のなんかアニメメドレーとかよく聞いてたんですよね。あの、ニコニコ動画探すとなんかね、2時間ぐらいのアニメの曲だけのメドレーとかなんですよ。で、僕アニメそんなに詳しいわけじゃないんで、 でただたまにあの知ってる曲が流れたらつから「あああの曲ね」みたいな感じでそのそんなに興味がない音がずっと流れてる状態っていうのでその自分の頭を悪い状態にして嫌な作業をずっとし続けるんですよ。要はそのあのいなんかその頭がいい状態になるとこの作業超嫌いとかムカつくとか別のことを考えるのでなるべく別のことを考えないように意識を別に取なんかあの引っかかるようにするんですよ。だからあの 物事を考えるときに電車の中とか歩きながらの方が考えやすいとか電車の中で本を読むとはかどるって人っているじゃないですかあれって電車の中っていう振動とか音とか,なんか駅でドアが開いたり閉じたり周りに人がいたりっていうある程度気がそがれる状態がある方が実は他のものに集中しやすいってことなんですよねなんでそ何にもないと他のことって人考えちゃうんですけどいろんななんかやらなきゃいけないことがそういえば散歩をしながら考えるも散歩というのをやりながら他を考えるとそれ以外の気にしなきゃいけないことに集中力がそがれないのでなので何かをやり続けて別のことをやるっていう方が実はうまくいく場合って結構あるんですよ ま電車の中すぐ寝るっていう人なんですけど、はい、車の中で寝るな気をつけてください。はい